第2は才能を隠すのにも卓越した才能がいる。に関する海外の反応集。おいおい、2話にして早くも水着会かよ。最高のプロットだな。水着、花火、クリスマスは学園ものでは必須イベントだから。主人公は八幡と銀時のハーフみたいなもんだな。主人公の声優、結構ボーっぽいんだけど。それがキャラに合ってていいな。わざとやってるとしたら天才。抑揚のない声だが嫌いじゃない。D クラスに落ちたのはわかるが、採点基準は不明？採点基準がわからないなんて意味不明だ。採点基準がわからないことが最大のポイントじゃないの？それが一番重要なことなのに。わからないから普段の生活から全部改めるようになるだろう。それは疑問に思った。D クラスからも転落して E クラスに落ちたら暗殺者として洗脳されそう。主人公くんに協力させるために昼食を食わせるとはな。しかも一口で。食事半ばで食べたよね？わら。なんて怖い女性なんだ。なんだかんだで協力しているし。電話のシーンは少し笑った。今のところ主人公の目的がよくわからないな。国が運営する超進学校なのに勉強嫌いの奴がいるのはおかしいな。こいつどうやってこの学校に入ったんだよ？おう。これバトルシーンなのか？赤点は即退学、勉強するぐらいならクラブ活動。これだからスポーツ特待生は。卒業するという以外には大した目標は持っていないんじゃないか？なんて反射神経のいい主人公だ。なんか武道を習っていることは間違いない。総合格闘技やボクシングとか？隠された能力を持っている系はまだマシ。主人公は戦闘技術を隠していたの？どういうこと？主人公はかなりの過去がありそう。格闘技の上、書道、茶道、ピアノも習っているとしたら相当な金持ちだな。書道や茶道は嘘っぽかった。マジでピアノとかをやっていたら純粋に強くなった可能性もあるだろ。このエピソードのタイトルを見返せばいい。才能を隠すのにも卓越した才能がいる。なるほど。そこそこ程度で良かったんじゃねえの？主人公隠れた有能の俺強えか？彼が全てのことを完璧にこなせる完璧マンだったらなえるな。俺強えがなえるとか冗談だろ？むしろあえて無能や中途半端な奴にして安直な成長キャラにしてる漫画やアニメの方がなえるぞ。能力や力とか表向きな成長よりも内面が成長していく主人公の方が俺は好きだ。全教科50点ってなんだよそれ？リンシャン解放使いか？とりあえず主人公がいつも嘘を言っていることは分かった。まさか主人公が謎くんだとは。金使って勉強させたのか？この設定と主人公の性格で性能が何からまあまあ。頭がいい程度じゃ A クラスなんて確実に無理だし、そもそも面白くもないと思う。ポイントが更新されたな。前回のと比べると分かりやすい。振り込み0ポイントなのに前回からポイントが増えてるやつがいるよね。誰もが節約している中主人公はかなり浪費しているように見えるな。この辺がミソなんだろうな。何に金を費やしているのか気になる。駆け引きややり取りがあった痕跡。主人公はゲーム機でも買ったのか？こや金で釣ったな。またチーターアニメかよ。原作ファンだけど、喜べばいいのか悲しめばいいのかわからない。アニメ化自体はかなり素晴らしいんだが色々カットされているのが気になるな。カットされてると聞くとアニメだけの俺は悲しくなる。巨乳ちゃんもあるのか？期待できるアニメだ。1話の印象。オッケー、面白そう。2話の印象。戦闘シーン。このアニメは本当にバカとテストと召喚獣に似ているな。内容はほとんど覚えていないが。次の話で名作か打作か分かれる。かなり面白かった。頼むから異次元の理屈で成績アップさせないでくれよ。暁もレミニセンスもそうだったろ。毎回同じような感じだし。どうなるか楽しみだ。